菊池バッツがピックに来る。ハーパーローター決まっています。越谷最初の得点はジャスティン・ハーパーです。ショートでした。一気に松山引きつけて外笹倉来た、スリーポイント。笹倉ちょっとコースが空きました。バンクショット落ちる。バッザー、ハミルトンステップバックして決めてきます。技あり。常田青田がキックに入りました。このジャンパー常田決めています。鎌田正面北川スリーポイント。常田ここから打ってきます。きた、田村のプレーでした。そしてここで守備に入ります。ただそれを振り切ったパトリック・アウダー、バスケットカウント。ハミルトン松山がつく。そこをターンでかわしてハミルトン、このスリーは決めてきました。川周平のスリーポイント、52対52です。一方でモンゴメリー中央突進していきました。モンゴメリーです。鎌田LJP 中入れる。井上から外振る。北川のスリー、また来ました北川。これがちょっとずれますが北川につながります。そして LJP くキャッチャーのショット、スリーポイント。シュートと見せて鎌田を使う。中央突破鎌田、ナイスブロック。モンゴメリーです。運ぶアウダ、並走ハーパー、そこをかいくぐるモンゴメリー。空いた仕掛けはやめて、モンゴメリースリーポイントきた。北川今度は中から決めてきます。バスケットカウント。北川ショットは打てない。ここで取る。そして最後は常田が来た。77対81、決定的な得点入りました。そしてファイナルブザー。